小野村種ン9月12日から1947年2月26日は日本の弁護士、大阪理工科大学創設者、福井県お入郡お入村出身、若さび小神社新館、小野村種信の三男として生まれた。旧姓小マ中学校を経て、1917年、関西大学専門部法律学科を卒業。後上京して、日本大学。 山岡万之助研究室に入り、翌年には弁護士試験に合格。大阪市東区幕露町で弁護士事務所を開いた。1925年3月、日本大学専門学校の創立に参画。1927年、司法省職宅としてドイツに留学し、ベルリン大学とミュンヘン大学で学ぶ。帰国後、日本大学専門学校が経営危機に直面するや、 1934年、同校の校長代理に推挙され、学園再建に尽力した。やがて1936年、校長に就任。同校は1939年に、日本大学大阪専門学校と解消し、翌年財団法人日本大学から独立。1943年には、大阪理工科大学を創設し、同大学の学長となった。しかし、 理工科大学設立にあたって、文部省係官に賄賂を送ったとの噂が流れ、それをきっかけとして、一大騒動が発生したため、責任を取り、学長を辞任した。その後も学内は、混乱を極めたが、やがて、世耕孝一によって事態は収集され、大阪専門学校と大阪理工科大学は、戦後の学生改革で、近畿大学となった。 1947年2月26日没、49歳。大阪市安倍野区の施設南霊園で、法学博士小野村種瓶く君に好評という検証費がある。ありがとうございます。